皆さんどうも、ダック上ドイヒーです。真っ黒だな。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日みんな大好きニャコ大戦争、なんかまた新しいステージが出てきちゃってるな。これに挑戦してみよう。ガープラの場所っぽいからそんなに難しくないんじゃないのかな。メンバーはおなじみメンバーで、余裕のよっちゃん89歳、よっちゃん年寄り、本当に大丈夫か。どうせゲロシャブな敵が出てくるだけだって。まあ敵が出てくるのをのんびりと待ちますか。ぐーだらしすぎだからもっと集中しなさいよ。まずは野生の犬野郎、こんなゲロシャブ野郎はおにゃんまで聞いておっしゃう。さあ強いやつ出てこないとこのまま終わりにしちゃうよ。勢いがすっごいな。さんまじれんま、おにゃんま強すぎだからね。犬野郎も倒しちゃってここも終わらしちゃえ。あー、なんか出てきた、悪魔のヤバいやつが出てきたよ。怠け者の悪魔バージョンだね。これまた新しい敵が出てきたな。おにゃんまがやられちゃいぞ。ひょうだぞ、遠くから攻撃してきて。おざるおにゃんまやられる。だけどガオだったらこの状況どうにかなるんじゃないのかな。周りの取り巻き倒してくれ。そこを一気に鬼にゃんま行く大作戦。作戦うまくいくといいけどね。やってくれるはずだ、このまま行け鬼にゃんまって。バリアしてんのかこいつ。わバリア壊すので精一杯でした。バリアもあって相当強敵なんじゃないの。だけどこっちは遠距離攻撃卑怯者も連れてきたよ。遠くからじわじわこいつを倒していこう。おにゃんまも来たし、トナカイ野郎さえ倒せたらよし倒せたぞ。あとは怠け者野郎だけだ。みんなで一気に攻撃、ゴリシゴリシゴリラ押し出し、テンションだけで倒しちゃえ。ああまたバリアかよ、2回もバリアやってくんのかよ。しかも動きも止めてくる、厄介な敵だな。おお、だけどさり倒しちゃいましょう。鬼山の攻撃力アップ強すぎる。あとは塔を壊してクリア、楽勝のシュッシュッシュッ。ここクリアしたおかげでガプラの新しいところに行けるようになりました。今後もこの勢いでクリアしちゃおう。余裕のよっちゃん89歳、よっちゃん年寄り。ここはどんな敵が出てきちゃうのかな。まずは赤い酔っ払ったヘビ、そしてウサギも出てきたよ。こんなゲロシャブ野郎たちはとっとこにゃんこにお任せあれ。そんな名前じゃないよ、逆にゃんこだから。破壊的に強いから次々次々って敵を倒す。強すぎだよとっとこにゃんこ。このまま一人でここ終わらしちゃいそうな勢いだね。コーラにメントス5000個入れたぐらいの勢いだよ。それはめちゃくちゃものすごい勢いだな。またまた出てきたよニート野郎。別にニートではないでしょうね。ここは取り巻きがゲロシャブだからそのまま鬼ニャンマだけでいけちゃうんじゃないの。もう一気に倒しちゃえ。でそう簡単には倒せないか。だけど遠距離攻撃キャモンと鬼ニャンマの代わりだ。こんだけのメンバーがいればあっさり勝てるでしょう。勝ち込んでありがとうございます。さっきよりは簡単そうなステージだからこのままいけちゃいそうだね。あっという間に終わらしちゃえ。鬼ニャンマ怒りの一撃だくらえ。やっほー、あっさり終了。あとは塔を壊してクリア、楽勝のシュッシュのショー。こいつは楽勝だったね。続いてジャンフォレなやつも出てきたよ。ここにも挑戦行ってみよう。いつものメンバーでここも余裕のよっちゃん89歳、いればなくす。大事なものをなくすなよ。ジャンフォレだから難しいんじゃないのかな。そうかもしれないけど僕が強すぎるからね。ものすごい自信だな。油断してて大丈夫かな。油断大敵強いぞ強敵、せせーの髪の毛絶望的。まだ生えてくるかもしれないでしょ。まさかいきなり出してくるとは。こねずっと山に倒しちゃおうかな。ジャンフォレだし怠け者だわ、そう簡単には倒せないんじゃないの。厄介なやつ出してくるかな。
だけど全然出てこないから一気に倒しに行った方が良かったかな。作戦失敗で残念観念なんでやめんとやそう。まあだけどのんびりやってても勝てるでしょう。お金もたっぷり貯まったからまずは御霊から出していこう。動きを遅くして勝ち確定。ありがとうございます。まだ勝てるとは決まってないけどね。そんなに勢いもないしじわじわ倒しちゃえばいけるでしょう。まあのんびり行きましょう。これでどう出てくるの。この2体が揃うなんてピンチピンチ取り越してポンチペンチポンチポンチってなんだよ。意味わからんな。どうしたらいいんだよ。ポンチ祭りで優勝だよ。わけわからんこと言ってるな。頼むからここで攻撃耐えてくれ。耐えてるだけじゃやられちゃうよ。なんとかお金貯まったからここは遠距離攻撃一丁もんで行ってみよう。焦らずにじわじわと息の根を止めてゆく。恐ろしい考え方だな。押されちゃはいないからこのままいけるでしょうと思いきやちょっとずつ押されてる。こいつは超絶ピンチ、略して超絶ピンチ。全然略してないからね。もうこうなりゃ強引に倒すしかないな。オーニニャンマあとは頼んだぞ。力技で強引に倒しちゃえ。いけー、やられてる。いけにゃー、先生これきついな。おお、ナイスオーニニャンマ後ろには跳ねのけたぞ。結局はどうにかなっちゃうんだよ。余裕余裕。そう言いながらさっきめちゃくちゃ焦ってたけどね。そんな時代もありましたな。だけどこのままいけちゃうでしょうと思ってたけどもガオンもやられちゃってんの。こいつは油断ができませんな。気をつけないと一気にやられちゃうよ。やっぱりこの真ん中ハゲ取りが強すぎなんだよな。全然やられないんだよな。やっぱりこんな時に頼りになるのは鬼ヤンマだよな。どうにかしてくれ。見たままやられてる。どんどん厳しくなってきた。ハーデスもやられてる。嘘でしょ。このまま一気にやられちゃうのか。鬼ヤンマはやくなって。勘弁大弁関西弁とやさ。やだ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 。ここまで来て負けるなんてやだ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 。絶対無駄よ。だだこねたってどうしようもないよ。もう少し頑張ればまた顔とかも出せるようになるから、それまでの辛抱だ。必死に耐えてくれ。というかこちらの強さにも諦めております。諦めるなよ。ここまで頑張ってきたんだからさ。だけど鬼ニャンマもやられて遠距離攻撃卑怯も一人だけじゃと思いきや、なんとかガオが出せたよ。はい、勝ち確定。ありがとうございます。ちょっと前まで諦めてたっていうのに。そろそろこの黒焦げだってやられてもいいはずだよねって。やばいやばい、ちょっと待ってちょっと待って、どう攻撃しないでよ。嘘でしょ嘘でしょ、このままやるなんて絶対やだよ。なんとかなんとか持ち直した。大丈夫かな。おー、ようやく怠け者倒せたよ。助かった。あいついなくなったらもうさすがにどうにかなんじゃないの。終わった、助かりました。完全にもう負けたと思ったけどね。あとは投稿してゆっくりよ。楽勝のしょしょのしょ。どこが楽勝なんだよ。危なく負けてたよ。じゃあジャンフォレも新しい場所に行けるようになったのかな。それじゃあここへと行ってみよう。ここはもう余裕のよっちゃん89歳。みよちゃんと勝利。さっきのところ苦戦したんだからここも苦戦しちゃうんじゃないのかな。確かに怪我にたらばかに。そしたらもう負けちゃえばいいじゃないの。負けちゃったらダメなんだったって。まずは犬野郎のお出ましだ。こんなのをそんまちれんもおにんにゃんまで倒してく。そして鳥野郎も出てきたか。こいつはお金ガッポガッポくれるはずだから最高。これで金持ち。
お金があれば価値確定だって世の中金だ金だ金だ子供の発言とは思えない。エイリアンもシアロンも倒してよりお金がポッカポカガッポガポでしょ。逆になっちゃってるからどんどん倒せ鬼にゃんまってちょっと苦戦しちゃってるか。大丈夫かカノンはやられないでよ。やられたあっさりやられた最悪だ。もう負け確定ありがとうございます。ただ鬼にゃんまがやられただけでしょ。お金はたっぷりあるでしょ。じゃあこっちへと誘い込んでのんびりと戦いますか。ぐうたらするほどの余裕はないと思うけどね。まずは顔で一気に倒しちゃって、そしてお金を貯めていく。この奴らあさりと倒しちゃえってなかなか犬も倒せない。鬼にゃんまはあっさり倒してたからこいつ弱いと思ってたけどもなかなか強い敵だったのか。さあ続いて遠距離攻撃しちゃうもん。この二人さえ揃っちゃえば遠距離は完璧。そして近くは鬼にゃんまもう完璧な布陣だな。強すぎ強ぽん一切半強ぽんベイビー。どんなやつが出てきたっていけるでしょう。おここは焦げ取りステージか。焦げた真ん中ハゲ取りとエイリアンのステージ。遠距離攻撃卑怯者が大活躍して勝ち確定ありがとうございます。だけどダックジョーが強いから苦戦しちゃうんじゃないの。そこは鬼にゃんまがやってくれるでしょう。どんどん行け。うわーすりやられてっちゃった。だけど代わり鬼にゃんまもうお代わり太郎だからね。ダサすぎる名前なんだよな。思ってた以上にグイグイ押しててあそれ勝っちゃいそうじゃない。確かにだいぶダック上の戦い方に慣れたのかね。おおグイグイと追い詰めちゃってるよ。このまま一気に倒しちゃおう。だけどそう簡単にはやられてくれないもんね。いやいや次から次へと取り巻きを倒してるから時間の問題だと思うよ。マンボウだってこんな遠くに逃げちゃってるでしょ。別に逃げてるわけじゃないけどね。というかもう遠く攻撃しちゃってるからね。こいつ倒せなくても遠くはして終わっちゃうよ。このまま一気に行け。結構簡単なステージだったね。あれいつの間にか黒い鳥がいなくなってる。もしかしてこれってマジック？マジックじゃないよ。たまたま倒されたところが見えなかっただけじゃないの。遠くはしてクリア。楽勝のシュッシュのショー。この調子でどんどん進化アイテムを集めていきましょう。ってもしかしてまた卵ゲットだ。今度は何色の卵なんだ。これは黒かな。ダック上に強いやつができるってことかな。それじゃあ進化させちゃおうじゃないか。強いやつ出てきてくれよ。よろしくお願いします。って進化できないの。とんでもなく進化素材必要で、おしびじぱ早く進化できるように頑張っていこう。というわけでバイバイバイポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。